ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな話を紹介するの？今回は、特殊な儀式を続けている家系の話など2本紹介するぞ。今回紹介する怖い話の他に、おすすめの話やリクエストしたい話がありましたら、概要欄のリンクよりお願いします。また、今まで紹介したすべての怖い話のリストも、概要欄にリンクを貼っていますので、よかったらご覧ください。それじゃ、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、継承という話だ。継承って何かを受け継ぐってことよね。なんだか興味深いタイトルね。何を受け継ぐかに関しては話の中で語られている。それでは聞いていただこう。シャレにならないまでかはわからないが、一つ。島根県のある地方で、現在20歳の自分はほとんど山の中に住んでいる。普通、山のふもとや、悪くても道の通った中腹に住むのが一般的だ。なぜか我が家は、寺や林業に従事しているわけでもないのに、頂上付近の山中に家が構えてある。幼い頃からだったので、特別不思議はなかったし、逆に見晴らしのいい場所で嬉しかったもんだ。幼い頃、よく山で遊んだ。山全部が自分のものみたいで嬉しかった。誰も来ないし、偏僻な場所なのに秘密基地があった。そんな場所必要ないはずだが、子供とはそんなもんだ。秘密と名がつく自分だけの場所ってのは、存在するだけで楽しいもんだ。その場所は神社。しかも、完全な正方形で左右対称。木の位置や庭石みたいなものの数まで。さらにすごいのは、前後も鏡みたいに対称なんだ。奇妙なんだけど、鳥居も東西南北にあり、社も4面にある。もちろん狛犬も8体いる。そんな奇烈な神社で人も来ないもんだから、ちょくちょく一人で来てた。一人しかいなかったわけじゃない。1キロ下には幼馴染がいたから、一緒に行けばよかったんだけど、この神社には連れて行けなかった。祖父に、他人を連れて行ってはいけないと、きつく言われていた。さらにきつく約束させられていたことは、この神社は、西から入って南から出なければいけない。10月だけは、北から入って出口は東、さらに夜は行ってはいけない。もし行ったら、鳥居じゃない場所から出ること。という約束。なんか、本当に秘密基地みたいで嬉しくて、自分には暗号みたいなもんだったし、祖父が大好きで守っていた約束だった。そして先日、大学に通っていて、久しぶりに帰ることになった。それで今夏の盆に、祖父と久しぶりにその神社の話をしたんだ。酒を飲むようになった自分に喜んで、祖父はどんどん進めてくれるから、二人して大いに飲んだ。翌日、二日酔いの早朝に祖父が自分を起こす。早朝どころか、まだ夜中の3時。祖父は真っ白な服を着て、白いとっくりに日本酒を持っていた。さらに、肩には朱色のしめ縄。夕べは楽しかったな。朝早くてすまないな。これから大事な用がある。夕べ話した神社についてきてくれ。眠くて冗談じゃないと断ろうか迷ったが、祖父は深刻な顔をしている。いつも優しい顔で微笑みを浮かべる仏様みたいな顔の祖父。その顔が、イーストウッドのような渋い険しい顔になっている。何かあると思い、ついていくことになった。夜だが、朝に近い、秘密基地の約束からすると、この場合、どこから入るのだろうか？と試案していると。北から入り、西の空より風多い。東の光に雨をかけ、また北より出る。南にあるは、死の国ぞ。根の国ぞ。読みの囲いに入りたもう。入りたもう。天下りし神の園。すさの狼、御神石。払いたまえ、清めたまえ。詩人の封じに参りたるかな。宇治のつなぎたるおかしき、申す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 。血の蛇、草蛇、黒の蛇、八つ首蛇。すさの狼、剣を巻いて。こんな感じで唱え出した。後に自分も暗記させられた。実は、まだ続きもあるし、実際、少し改変してあります。完全な言葉は、言ってはいけない決まりらしいので。その、長い祝詞のような、呪文のような言葉が終わり、ちょっと変わった方法で、神社にやっと入った。そして、自分は南の鳥居で待たされ、祖父は一人で南側だけを閉めて、残りを開け放ち、社にいた。こちらからは何をしているのか見えない。しばらくすると、左右のご神木から。神主が持ってるひらひらを背中に何枚もはためかせた真っ白な人が出てきた。で、目が3つあるんだよね。背中の方光ってるし、自分は無論ブルブルマックス。生まれて初めて失禁した。人間ビビると尿を漏らすのは本当だと実感した。時間の感覚がなくなるというか、止まったと思った瞬間だった。南の社の扉が大きく、強く開いた。当然、祖父だと思った。祖父は祖父だけど、何か違和感があった。そいつらから離れろ。って言うんだ。でも自分は、左右にいる二人の白いのは、神様って分かってたから、信心深い祖父が、神様をそいつらと表現するのに疑問と違和感を覚えた。感は正しかった。
祖父は、いや、祖父みたいなもんの首がいきなり転がって、首のあった場所から真っ黒な蛇が何匹か出てきた。自分は霊感はあんまりないはずだけど、この黒蛇だけはヤバいって感じた。幽霊とか、悪霊とかってレベルじゃないと直感的に悟った。すると、左右の神様が剣を持ってるのに気づいた。助かるぞって期待した。そしたら、それぞれ左右の、東西の鳥居の方へ離れた。神様も初めて見たから怖かったけど、黒い邪悪な蛇ははるかに怖かった。害と殺意ははっきり伝わってたから、頭が黒蛇の祖父の偽物みたいなのが、一歩、二歩とこちらに近づく。ああこや、死んだな。神様もじいちゃんも助けてくんねえかなって思ってた。常人の自分はこういう話の定番で気絶してたみたい。気づいた時は四方を開け放った社にいた。ど真ん中にむき出しのご神体。剣なんだけど、かなり錆びてるやつ。いつもの仏様みたいな優しい祖父の笑顔。よかった。説明は短めにするから聞いてくれ。我が家は何代前かはわからないくらい昔からあの神社の守りをしてきた。わかってるとは思うが、あれは普通の神社じゃない。参拝客が来ないとか、神主がいないとか、賽銭箱がないとかじゃない。そして、さっきお前が見た神様も蛇も夢じゃない。あれはな、もっと偉い神様の記憶なんじゃ。そして、お前に役目を引き継ぐ儀式だ。わしも昔祖父から引き継いだ。しかし、お前の両親は知らない。代々孫に引き継ぐ決まりなんじゃよ。怖かったろうな、すまんな。でも運命なんじゃ、これだけは。別に何かこれからしなければならないとか、神主になれとかは一切ない。とりあえず管理や掃除は、わしが死ぬまではやる。しかし、死んだらお前がやるんだよ。そしてお前もまた、孫に、わしがしたことと同じことをするんじゃ。儀式と言葉を覚えて、あとは掃除や管理をしておけばいい。あの約束を守ってな。涙を流しながら祖父がそう言った。大学を出たらこっちで暮らせよ。ここでの暮らしが怖くなったろうけど、本当に、普段何もしなくてもいいし。お前がまた神社に行っても、何も起こらないから安心しなさい。今二十歳。あと2年で京都の大学を卒業し、ここで暮らすことは確定してしまった。現代人である自分は、こんなオカルトなことには関わりたくないが、起こってしまったことは否定しない。しかし、結婚はしても子孫を残すかどうかは迷っている。こんな不気味で恐ろしい儀式というか、習わしが、よく今まで家が断絶もせず、今の時代まで続いたなぁと感心している。そしてその理由が最近わかった。こないだある神社に彼女とおみくじを買いに行った。彼女はおみくじが大好き。手を打って目を閉じたら、ぶわっと風が吹いた。彼女はまだ手を合わせて祈っている。振り向いたら、霊の白いひらひら付きの神様二人が、狛犬の場所にいる。多分死ぬまでこの神様がついてるんだと思った。あれしてる時もいると思うと、不愉快でならない。長い長い信じられないような打文を書かせていただきました。神の記憶を受け継いでいるのね。ああ、そのようだな。でも、ありがたいんだけど、ずっと見られてるのは、ねえ。確かにな。次に紹介するのは、神社のお姉さんという話だ。巫女さんの話なの？ちょっと違うかな。それでは聞いていただこう。この話は中学1年の夏休み、よく遊んでいた友人と3人で肝試しをした時に体験した出来事。その後何かあったとか、感染系ってわけでもないけど、個人的にはシャレにならないぐらい怖かったのでここに。その時行ったのは、地元では有名な心霊スポットで、少し山を登ったところにある古い小屋。特に言われのようなものはなかったが、雰囲気が不気味だからか、かなり昔から心霊スポットとされていて、幽霊の目撃談もかなりたくさんあった。さらには、自分たちが小学校低学年だった頃、その小屋の近くで、近所のヤンキー二人の遺体が発見された事件があり、呪われた場所として、地元の人間からは恐れられていた。どちらも死因が刺し傷でナイフを所持していた上、小屋の中からビールの空き缶が見つかったことから、酔った勢いで喧嘩がエスカレートして、ということで事件は片付けられた。さすがに人死にが出た場所だし、もし幽霊が本当に出たらヤバいだろうなぁという話から、念のために肝試しに行く前に近くの神社にお参りをしようぜという流れになった。お賽銭はみんな同じ100円と決めてから、日が落ち始める頃にお参りをして霊の小屋に向かった。完全に日が落ちてから小屋に到着、山の中にあり街灯などはなかったが、月が非常に明るかったため、懐中電灯だけで特に苦もなくたどり着くことができた。九段の小屋は心霊スポットになるだけあり、A と B は、怖え、だの、怖がりながらも半ば楽しんでいる雰囲気だったが、C だけはやたらと真剣な顔で周囲を警戒していた。C は怖がりだなぁと軽くからかった後、小屋の扉を開けて中を懐中電灯で照らした。小屋の中は、今は使われていない古い農具等が置かれているだけで、特に変わったものはなく、
中に入って一通り見回してみたが、やはり何もなかった。しばらく小屋の中で話をしてから外に出て、期待外れだったなぁなどと言い合いながら、当初の予定通り、B の家に行ってゲームしようと小屋に背を向けて歩き出そうとした瞬間、ガラガラ、と扉が開く音がした。反射的に振り返り小屋の扉を見ると、少しだけ開いている。そのわずかに開いた隙間の中には、縦にびっしりと並んだ大量の目が見えた。しかもすべての目がこちらを凝視している。誰かが、ひっと小さな悲鳴を上げると同時、扉がものすごい勢いで開いた。だけど、そこには何もなかった。さっき見た大量の目も何も。俺らが唖然として固まっていると、C が、おい、逃げるぞ。と俺の手を掴んで駆け出した。俺もそこで、あ、なんかこれやばい、と思い、C と共に、A と B も早くしろ、と叫んでから駆け出した。C に続いて暗い山道を全力で走った。幸い来た時のルートはあまり険しい道ではなかったため、そのルートを逆走すれば比較的安全に山を下ることができた。走っている最中、A と B がついてきているか確認するために何度か振り返ったが、目に見えない何かが俺たちを追いかけてきているのが分かった。しかも大量に、木や草があちこちでガサガサと揺れて、まるで山全体が俺たちを追いかけてきているようだった。しばらく C を追いかけるように走っていると、最初にお参りをした神社が見えた。C が迷うことなく神社の鳥居をくぐったため、俺たちもそれに続いた。鳥居をくぐり本殿の前まで行くと、疲れたのか、C が息を切らしながらその場にへたり込んだ。その様子を見て、俺たちも急に疲れが押し寄せてきて、その場にへたり込んで、ぜいぜいと息を整えた。ある程度息が整ったところで鳥居の方を確認したが、さっきまでの奴らが追いかけてきている様子はない。ほっとしたところで違和感を感じた。本殿の中に明かりが見える。この神社は、石段を登って鳥居をくぐれば、すぐに本殿があるような小さな神社で、こんな時間に人がいるなんてことは、普通はない。それに気づいた俺が、緊張しながら本殿の明かりを凝視していると、すすっと本殿の扉が開いた。さっきのことを思い出し、俺たちはビクッとして身構えたが、中から出てきたのは、真っ黒な洋服を着た髪の長い女性だった。中1の俺が一目見て、お姉さんと感じたから、多分高校生か大学生ぐらいの見た目だったと思う。お姉さんは俺たちを見て一瞬怪訝な顔をしたが、すぐに優しく微笑んで、どうしたの?と聞いてきた。お姉さんに言われて本殿の中に入ってから、A がさっきあったことを必死に説明した。お姉さんは A の話を真剣に聞いてくれた。A が一通り話し終わった頃には、俺たちもだいぶ落ち着いてきて、さっきまでの怖さは随分薄らいでいた。B なんかは、実は幻覚だったんじゃね?とか言い出してた。A の話が終わった後、お姉さんは軽く自己紹介をしてくれた。なんでも、この神社を管理している A の人間で、神社の掃除をしていたら、古い書物を見つけて、それを読んでいたら、こんな時間になってしまったとかなんとか。その後はお姉さんが少し外の様子を見に行ってくれて、もうだいぶ遅い時間だからと、お姉さんに送られて、それぞれの家に帰った。道中、お姉さんがくれた豆大福が、やたらうまかったのはよく覚えている。その後家に帰って、親に軽く事情を説明して、風呂入ってから寝た。ちなみに、親はやっぱり信じてはくれなかった。翌朝目が覚めて、昨日のことは、B が言ってたように、みんなで幻覚でも見てたのかなぁ、と思い始めた頃に、一つ、重大なことに気づいた。俺たちは、最初三人だったはずだ。俺と、A と B。じゃあ、C って誰だったのかと考えていたら、母親に呼ばれた。A から電話がかかってきたらしい。電話に出たら、A は、やっぱり C の話をしてきた。二人であでもないこうでもない言っていると、ふと気づいた。そういえば、あれを見た時に、真っ先に逃げるように言ったのも、神社に向かったのも、C だったなと。その日の昼に、また三人で集まって、神社に行くことにした。集まってから、B が、そういえば、と前置きして話を始めた。出かける前にちょっと思い出したから、親にあの神社を管理している家がどこかと聞いてみたところ、なんと、俺の家って答えが返ってきたらしい。あんなお姉さん、お前の家にいたっけ?と聞かれたが、当然俺は知らない。変な間と静寂の後、A がぽつりとつぶやいた。もしかして、あの神社の神様が俺たちのことを助けてくれたんじゃ。俺も B もなんとなくその考えがしっくりきて、そうなんだろうなと思うことにした。その後、三人揃って神様にお礼を言った。お賽銭は奮発して、それぞれ500円ずつ出した。その後、俺は祖父母が時々行っている神社の掃除を手伝うようになったが、あのお姉さんと C には一度も会っていない。そして、あの時のことを思い出すたび、あることを考えてしまって、背筋に寒いものが走る。もし本当に神様が助けてくれたというのなら、例の小屋で見たあれは。そのお姉さんと C 君は何者だったんだろうね。そうだな。
やはり、その神社の神様だったのかもな。ところで、この動画をご覧の皆さんは、おみくじってどう思われますか ?1、めっちゃ信じる。2、いいことだけ信じる。3、信じない。4、その他。よろしければ皆さんのご意見をコメントしていただきたいです。もちろん番号だけでもありがたいです。それじゃ、今回はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。概要欄におすすめの動画へのリンクも貼っていますので、ぜひご覧ください。